この子が目も覚めるの、私なんかもう生きてる意味ないです。うまっ。ああ、今日の朝ごはんも最高だね。うん、私とママいつになったらかわいそうになるのかな。うん、お前のことが目覚まりだったんだよ。ほら、はい、そんなあなたの夢叶えて差し上げましょう。俺たちの頭さ、勉強に向いてないんだよな。じゃあもうダメじゃん。先生、夜の種馬先生お待ちしてました。お主、私のこと信じてないだろう。たけしは私と花子のどっちが大事なの？何？聞こえなかったんだけど。うぜえっつったんだよ。何すんだよ。体も顔面も三点女だから。ああ、自分の顔さ、鏡で見たことあります？ねえねえ、最高の復讐しようよ。私も49になるんですよ。きれいしましょうね。僕はこんなの目にしたらますます結婚なんかしたくなくなりましたけどね。